タイミングチェーン。タイミングチェーンとは、回転系を持つ機械において、動力伝達と動機を司る部品の故障である。金属製のローラーチェーンで、ファクトリーオートメーションや、自動車、オートバイなどのエンジンに用いられている。カムシャフトを駆動するための部品。1990年以降、高性能なタイミングベルトの登場により、タイミングベルトに比べコストや静粛性等に劣る。 タイミングチェーンが使われることは少なくなってた。しかし、2000年代以降、ベルトよりコスト高であることに変わりはないが、チェーンのコマとローラーを小型化するなどの改良によって、騒音は大きく低減されており、抵抗の少なさ、軸方向の寸法の小ささ、耐久性、信頼性などでベルトより優れることから、再び主流となっている。OHC、サイチェシー、 DOHC エンジン及び一部のハイカムシャフトオフ。エンジンでは、カムシャフトの駆動にベベルギアやギアトレインが使用されていた。これはコストがかかり、量産車には不向きであるうえ、特に、平ら歯車では遊びに起因する騒音も少なく、なかった。ローラーチェーンやサイレントチェーンの開発によって、これらによるカムシャフトの駆動が一般化し、 OHC 自体も徐々に市販車へ浸透していった。しかしなおタイミングチェーンは量産車に使用するには乗り越えなければならない課題があった。かつてはゴムベルトの耐久性が弱くとても実用にならなかったためピッチ精度に多少問題があってもタイミングチェーンを用いるのが一般的であった。しかしその後技術の進歩によりゴム製のベルトでも十分な同期精度と耐久性を 確保することができるようになったため、コストが桁違いに低く、静粛性に優れるタイミングベルトにとって変わられた。小型のディーゼルエンジンでは噴射ポンプの駆動にもタイミングベルトを用いるものが現れた。しかし、タイミングベルトは定期的な交換を要し、推奨交換時期以前でも運転中に切れてバルブクラッシュを起こしてエンジンを壊すこともある。また、 必要な強度を確保するためベルトの幅が広く、無理な屈曲にも弱いためプーリー系もやや大きくなるなどの欠点も合わせ持っていた。そこで1990年代以降、エンジンの小型化とメンテナンスフリー化をより推し進めるため、一部の機種から従来のタイミングチェーンに比べて低騒音で格段に細いタイミングチェーンの採用が、しま、その後着実に採用機種を拡大している。 2007年に世界で生産された自動車のうち約50%にタイミングチェーンが使用されているが日本生産者ではタイミングベルトはごく一部の旧型エンジン度に残るのみでほとんどがタイミングチェーンに移行しつつあるディーゼルエンジンでは油中井のス,スの混入の関係でチェーンへの移行はガソリンエンジンに比べ遅れていたが タイミングチーンの材質、表面処理の改良により移行が進んでいる。これらは、前述したように金属製のためゴムに比べて伸びが小さく耐久性に優れるほか、工作精度の向上によってピッチ精度が実用十分な程度まで上がったこと、及び動作音が従来のチェーンと比べて騒音の少ないサイレントチェーンが作られたこと、 横置きエンジン式前リンク動が大きく普及し、エンジン全長の短縮が求められたことなどがその要因である。チェーンとベルトの違いで最も大きい点は、タイミングベルトは約10万キロが交換の目安とされているのに対し、タイミングチェーンは交換寿命が約30万キロと、ほぼ廃車まで交換しなくて良いメンテナンスフリーの部品という点である。さらに、 切れることがないイコールバルブクラッシュを考慮しなくても良いということなので、ピストンにバルブクラッシュ防止のバルブリセスを深く掘る必要がなくなる。これにより、ターボエンジンや高出力なにおけるバルブリセス付近の熱対流がなくなり、ノッキングの減少、熱外定減によるピストンの耐久性向上、理想的な燃焼質形状の採用による燃焼効率の向上などの効果も得ることが、 できるようになった。前述の設計寿命を超える走行を行う、個人タクシーやタイミングチェーン自体の設計や品質が悪い場合、チェーンが伸びて、異音を発する、バルブタイミングが狂いエンジンの始動が困難になる等不具合が発生する。その場合は、タイミングチェーンを交換する必要があるが、基本的には、交換を前提としていない部品であり、部品代及び工賃は、 タイミングベルト式に比べてはるかに高額となり、メーカー保証の期間外であれば、ユーザーへの負担は大きい。車両の設計によっては、車両からエンジンを取り外して、整備を行う必要があるなど、整備する側の負担も少なくない。また、チェーン式はフロントカバーで覆うためフロントカバーのパッキン類の交換も必須となる場合があり、それだけでも複雑である。 またタイミングチェーンは、ベルトと異なりオイルを介して、潤滑を行うことからオイル中の異物の影響を受け、摩耗による伸びに関係してくる。特にススが混入しやすいエンジンでは、影響を受けやすい。このためオイル管理は、タイミングベルトの場合に比べ重要となる。なお、日本の椿本知恵院が、タイミングチェーンの世界シェア1位である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。